いや、ほんと久しぶりだよね。え、そうだっけ。大事な話は突然に、依存というリスク。出会ってもう10年か。あのさ、私たちこれからもずっと親友だよね。そうだよね。ごめん、実は伝えてなかった大事な話があるの。私ね、気づかないうちに依存しちゃってたみたいなの。そう、依存。これを見て。日本はね、およそ9割もエネルギーを海外に依存しちゃってるの。そう、先が読めない国際情勢の中でこんなに依存してるなんて。もし何かあったら電気が使えなくなるかもしれないじゃない。そして安定して電気を供給するためには、火力、再生可能エネルギー、原子力をバランスよく組み合わせなきゃダメなの。お会計お願いします。かしこまりました。こうやって笑い合えるいつもローリの時間なくしたくないよ。今こそエネルギーミックス。電気事業連合会。